今回の企画は吸血鬼になれる世界でサバイバル。ノズル社メンバーがやってきた世界にはなんと大量の幽霊モブが。さらにそのモブを倒すとドロップするソウルを使えば様々なチート吸血鬼装備をゲットできるぞ。果たしてこの世界でエンドラ討伐できるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してドズル社を応援してくれ。吸血鬼の世界でエンドラ討伐やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。いやー、ということでね、今回はちょっとドズルさんとオンリーがお休みということで、はい、我々3人で頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。いや、なんで闇の3人なんだよ。やめてよ、そんなことないよ。いや、まあ今回なんですけど、はい、まあちょっと見てもらったら分かる通り、はい、いろんなこの、なんていうんですかね、武器、特殊な武器があります。すげえかっこいいじゃん。ね、いろいろちょっとこんな感じであって、あ、取っちゃダメですよ、取っちゃ。あ、はい、はい。え、取るん？いや、わかんない。じゃあ、ダメ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 。で、展示品だから使っちゃダメよ。まあ、こんな感じでね、いろんな武器とかアイテムとかがあるっていう感じで、うん、これどうやって手に入るの、はい、これで、これは、うん、この魂っていうのがこれあるんですよね。このソウルの、ソウル、あ、魂だ、本当だ。モンスターソウルっていうこの魂、はい、で、この魂をこっちに村人さんがいるんですけど、こちらのここにいる村人さんとこう、あ、この魂とアイテムを攻撃できるんで、こっちは武器ですね、右は。はいはいはい。じゃあ魂集めて攻撃すればいいんだ。そうですそうです。でどうやらその、うん、敵が魂を落としてくれるみたいなんで、はい、でまあどんどん攻撃しつつ武器集めてエンドラ討伐って感じで OK でーす。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと探索しようじゃん、この、まあ、当たる間に。いろいろあるけどダンジョンとかある。あんまりダンジョンって書いてあるんですよ。ほんとだほんとだ。なんかダンジョンがあるんじゃないですか、この辺に。何こっち、あ、なんか入り口っぽいのある。ダンジョンで行けるの？ほんとだ、マジでダンジョンで。ほんとだ、うわ、うわ、うわ、ちょっと待って、ね、大丈夫、手ぶらだぞ。いる、なんかいる、もういるじゃん。整えよう、装備。ダンジョンだからだ、ダンジョンはやっぱ湧くんだ、夜で。木とか買っちゃっていいの？あ、いいんじゃない？こんな姿になっちまって。あれ、それ、ドズさん？ドズさんいた？ドズさん出てきた。なんかめちゃくちゃいない？めっちゃいるよ、いった。え、結構いたい。やべ、みんな逃げろ。もう、ここはダメだ。やばい、戦ってんじゃん、もうめ。あ、倒せた。意外と素手でも倒せる。あ、ほんとに？いて、なんだ？なんか割れた。めちゃくちゃ連打です。めちゃくちゃ、あ、ちょ、意外といけるんだ。ちょ、なんか、ドンさん。すごい数出てきた。俺たちは吸血鬼なの。吸血鬼ハンターじゃん、どっちか。例えば、なんかゴーストハンターみたいになってますけど。今のところ、我々はまだ吸血鬼ではなさそうですけどね。あ、結構倒すだけで落とすんだ、ソウル。クリムゾンフルーツもらおう。むしゃむしゃ。なんか美味しいですか？あ、体力一気に満タンになるわ。すごい。なんか回復、なんかお腹はいっぱいにならないんだけど、体力だけ食った瞬間に満タンになる。すごい、クリムゾンフルーツ最強だ、これ。一旦、なんか装備取るためにさ、魂借りまくろうぜ。はい、魂狩りしますか。魂大事。あ、でもダンジョンなんか、本当に広そう。あれ、チェストあるよ、もうこっち。確かに。こっちにもある。あれ、そっちにもありますか？こっちにもある。あ、こっちにもあるよ、この祭壇の後ろにも。あ、マジ？みんなチェスト。やべえ、罠だ！え？大丈夫？めっちゃ敵出てきた！うわー、敵だ！敵、めっちゃ敵出てきた！こっちが正解だ、みんな！こっちのチェストが正解だ！エンダーアイあるぞ、エンダーアイ。マジ？エンダーアイか。やばい。大丈夫ですか？宝箱のゾーン、敵入れないから。やばい。宝箱めっちゃいい、めっちゃ入ってる、いろいろ。交易所の横のタオルにめちゃくちゃエメラルドとインが入ってました。なんかこれ悪いことできないから。見てみて。何？あ、ゲットしたの？何それ、かっこいい。剣。プリムゾンダガー。やばい。強そう。やばい。投げられる。投げられるじゃん。しかも安いこれ。あ、ソード変えるじゃん。あ、でも32なんか。あ、俺ちょっと出せる。ちょっと出せる。いくつ足りない。7あったらデュアルソードか。1、2、3、4、5。はいよ。あ、いいんですか。いいよ。ありがとうございます。じゃあデュアルソードしかし二刀流。すげえ。やばい、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。やばい。何それ、ちょっと面白い。そういうのキリと。まずい。大丈夫かめ。終わった。
よし、もうちょっと今キリトが助けに行く。行くぜ。メイ大丈夫か。キリトでも多分どうにもならないかもしれない。痛い痛い痛い、ダメだ。やられる。死にそうだ。いや、とんでもねえ数が湧いちまってる今。とんでもねえ数いる地下に。まずいまずい。あれ待って。今奥のところに俺入り込めたのよ。うん。なんかあるお宝かなんか。フルーツがたくさんまず。あ、ナイス。フルーツ。ナイスナイス。で、フルーツ以外にめちゃくちゃあって、イユージョンシャードっていう見たことないやつと、トーテムオブバッドソウルっていう見たことないやつが。何そのトーテムオブバッドソウル？なんか赤いコウモリの形した不死のトーテム多分。なんだろう。斧を見てバトラックス。やばいやばいやばい。この部屋やっぱ。この部屋やっぱ。あ、いや、ダガー投げたら殴った。終わった。嘘。一投終わっちゃうの。アックス。あ、ごめんごめん。めんごめん。めんあれ。めんおもさんに倒された。ごめん。何があったんだ。斧振り回してたら目に当たった。あ、てか。上に難易度書いてあるわ。ハードとか。ハード。あ、本当だ本当だ。今更だけど。ハードだったじゃん。あ、なるほどね。ハードボンさんの一撃が一番ハードでしたよ。やっぱ強いっすかそれ。これは攻撃力がやばい。しれっとベッドあるわここ。どこ？でここにベッドが。本当だしれっとあるベッドが。めっちゃしれっとあるじゃん。これで稼げってことか。斧強いっすね。これデュアルソードそんな強くないよ。ちなみに強いかなと思ったけど。あ、なんかチェストなんかまだありますね至るところに。本当に。チェストを探してくるやつかじゃあ。ありソウルクリーパーの爆発やば。結構離れてたのに一撃でやられた。オンさーん。わ、やばい、カマだカマ。え、何そのカマ。プリムゾンサイス。やば。いいっすね、これ武器がなんかみんな個性あって楽しい。なんか置いちゃった。何やったこれ。イユージョンシャードって、あれ、あ、でも。なんだ。何も起きない。消えた。何これ。いてー、あー、馬が。これ目を置いた。目、おお、びっくりした。やばい。夜だ。逃げろ。置いたら、なんか、あ、おお、爆発した。これ便利かも。味方ダメージあります？味方はね、ない。お、これだ。世界で一番平和なアイテム。え、なんてやつ？イリュージョンシャード。イリュージョンシャード。置いたら後ろにちょっとバックステップして、なんか敵を寄せる爆弾みたいな。すげえ。これ便利やな。見て。なすかな、なんか、うわぁ、なにこれ。中出て、いて、当たるんかい。これ味方当たんだ。いって。ごめん。これ。え、何その杖、強そう。あ、トーテムバッドソウルってこれ召喚できるアイテムだ。トーテムじゃない、これ。あ、そうなんだ。召喚魔法的な。ポンさん見てください。コウモリのバッちゃんです。本当だ、仲間なの？どうなの？びっくりした。右クリックで召喚で、あれいっぱい出てくるの？めっちゃ出てくるじゃん。めっちゃ出てくるじゃん。なにこれ？あ、でもついてきてくれるの？どうなの？戦ってくれたらすごい。召喚魔法を使えた面。おい！あ、戦ってる！戦ってる！めっちゃいい！最強になったかもしれない、もう。メン最強じゃん、それ。無限に出しておこう。俺もなんか召喚欲しい。いいな。吸血鬼だめ。コウモリくんだ。これは吸血鬼。この目になってる間にコウモリ出しまくって、あとはもうイリュージョンシャードで敵を寄せるっていうことやれば。なんだ。攻略法を見つけました。私はこの世界の。アーチャーゲットするか。アーチャー。あー、いいね。アーチャー行きます。ソウルゲットしたよ。出ろ。いでよ。いでよ。あれ、でね、16モンスターソウルをゲットしろって。あ、10魂がいるって書いてある。あ、もしかしてこれソウル使ってんのか。そう、ソウル消費して呼んでるんだ。やべ、道理で俺ソウル全然持ってないわけだ。あ、来た。え、これもう勝手にやってくれるやん。ソウル集めがはかどるぜ。ソウル集め楽だな、これ。しかもちゃんとそこそこに強いって。強い、めっちゃ強い。あ、そうだ、俺もう一個なんか変なの買ったんだ。ちょっと誰か被害者で、オラックン。なんだ。フレメゾンオーブ。はい。うわあ、
コウモリが止まるんだ。おらけ、うわぁ、めんどコウモリが僕、竹が僕に向いてしまった。オラック叩いたら俺のコウモリが適当認識して、コウモリが適当、オラック敵対した。コウモリガチでちゃんと忠実だわ。俺もウォーリア。おおおお、え、なになになに、すげえ軍団が出た。え、すごい強そう、ゴンさんの不死軍団。めっちゃ強い、めっちゃ強い。いろんなとこ行ってみようか。そうっすね。これさ、防具もあったよね、防具もどっかに。防具ないとちょっときついっすね。強い。なんだそれ、やめん。え、なんすか、羽生えてんじゃん。ああ、俺実は吸血鬼やったんですよ。あっさり、あっさり言ったな。あっさり言ったな。え、なんだ、角生えとる。どうした、何か用か。いや、マジか。これか。いつの間に吸血鬼化しとる。いや、めっちゃソウルいるやん。あ、でもね、チェストの中にいろいろ入ってるから。あ、確かにチェスト探索行っていっぱいソウル集めるのはありっすね。一回ちょっとおのおの散らばっていろいろ何があるか見てみますか。たくさんありそう。確かにチェストあるわ、チェストの。なに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 、飛んだ、飛んでる。ん、俺飛んでる。いや、吸血鬼坊さん。え、なになになに、どこにいるの。いて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 、なんだ、面飛んでる。お、なんかフラ降ってきた。飛んでる。お、フラ、敵だ、あれ敵だ、敵だ、あれ。あ、やめて、敵だ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 。で、面、どうしたの。面飛んでんだけど。え、なぜ飛んでんの。頭装備つけたら飛べるようになった。何それ、何それ。待って、これめっちゃいいかも。俺もつけよう、俺もつけよう。ほら、あ、あ、すいません。ほら、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 これ、あれだな、防具が強すぎてダメージそんな食らってないの。そんなに。あの館行ってみようぜ。こっちはもう敵いる系のダンジョンなの。いや、いないね。あ、村人がいる。お、マジ、普通の村人。あ、おベイク。あ、なになに、エンドポータルフレームがある。え、どこ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 。2階、そう。じゃあちょっと8合ゲットしたんで。はい、あ、そっか、宝箱。8合もあんの。宝箱が入ってたのか。そう、宝箱ね。そんな入ってたの。そんな、あってたんよ。あるのか。もう終わるよ。じゃあどっかにあんのかな。あ、エリトラがある。エリトラ、エリトラ実質吸血鬼っていうことにしてくれないか。誰に仲間に入れ、仲間に入れてくれっていう。仲間に入れて、僕も吸血鬼。毒鼻も入っとった。まあいいや、顔。え、見て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 、ええ、あ、見て。あ、エリトラ、エリトラと一緒につけてんじゃん。エリトラと一緒につけたら、ほら、見て、これ。4枚羽。4枚羽で。やばいやばいやばい。最強、最強だ。贅沢だ、贅沢使いしてる。なんか、ガみたいだな。やめてよ。やめてよ。吸血鬼だから、吸血鬼。吸血鬼か。そうそうそう。にゃ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 。これ、エンダーアイは、あともう、ネザー行くしかないのかな。あー、今、ね、やばい。バカ、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、ちなみにチェストにあれもありました。ん、パールが、パールが4パールありましたね。4パール、おー、ロッドだから。あったらもうみんなフル装備にしちゃいます。しちゃいましょう、しちゃいましょう。やっちゃいますか。吸血完全体になろう。吸血鬼の、吸血鬼完全体目指して全身。え、全身、全身来てる。いや、俺目線まだ頭だけっすよ。でん、あ、でん、あ、あ、でん、あ、完全体です。これが。吸血鬼完全体？これは完全体です。あー、すげえ。よしよしよし。吸血鬼のオーダー。魔王感がすごい。魔王感がすごい。吸血鬼のオーダー。ヒルフセイ、ヒルフセイ。ははー。いて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 。やったな、やったな、やったな。メザー行かなきゃないのかな。だいぶ見ましたけどね、建物。建物とかは。きたー、いいっす、いいの見つけたわ。え、なんですか。角笛全種。あ、あったあった、そういえば角笛あったわ。パーパッパパーって出たっけ。きたあ、お、なに犬乗ってんだけど、俺くん。あれ、犬じゃないっすよ。吸血鬼といえば、馬でしょ。そう、そうかな。そうそう、あんまり聞かねえけど。
すげえ馬乗ってる、なにそれ、かっこいいでしょ、かっこいい、意外と待って、地下室あるこれ、え、どこ、地下室、なんか外にある水路から地下水路あった、え、なんだそれ、え、でかなんだ、なに、なに、なんか地下ダンジョンみたいなのある、え、なにそれ、どこにあんの、あ、誰かいる、あ、ポンさんだ、ゴース、ゴース、ゴース、あ、撃って、示すな、撃って、え、なにこれ、なんだこれ、ゴーレムが、なんだゴーレムだ、飼われてる、村人が、村人にいるよ、これもしかして村しか神秘に繋がってたこれ、え、下、まだ下あるじゃん、村人が乗ったらやばいかな、あーやばい、これ見ちゃいけないもん、ちょっと、えい、うわ、どうなるこれ、え、えやどこ行くんやろこれどこ行くんだこれ、何やってんの、何やってんの、オラフ君が廃止されていきました、え、何これ、地下に、あ、みんなトロッコまだあるからそっち送るよ、乗ったらどうなのこれ、え、なんか地下に行きますよ、行ってみるか、なんかツルハシとペットと石炭あるから採掘所だ、採掘所できた、シンプルな地下施設、地下って感じかな、地下だねこれ、あとはもう特になかった？んー、ちょっとまだ見てないとこが多いかな。村人が働かされてるんだ。そうですね。村人の養殖所みたいなのもありました。縁台なさそうっすね。まあ、この装備だったら、これ行っちゃえば、まあ、一瞬じゃないですか。まあ、2座行っても、ブレイズロット取っちゃいますか。そうしますか。あれ、ゲート前になんかチェストある。めっちゃ装備入ってる。何？多分最初にここに来るべきだった。装備入ってた？装備やりいろいろ入ってたわ。スターターキットみたいなのめっちゃ詰まってた。なんならソウルも入ってた。お、行こう。で、あいつ。おお。ダメージありました。ない。あーでもなんか弾かれた、弾かれた。ああ。大げさですか。褒めてよな。何これ？え？え？え？お、すげえ。ネザーもネザーでなんかある。なんだこれ？なんだこれ？リスポーンカーもあるし、あれ？え？なんかいる。あ、これあれだ、僕の乗ってた馬だ。え、なんかまた違くない？あれまた違う？一緒？これ。え、一緒か。あ、いやちょっと違うか。あ、ちょっと黒いな。でも。あ、でもあ、なんかなついたらなんかなった。ネザー、もうパールはあるんで、ドットだけっすね。お、廃用祭だこっち。ボンさん、廃用祭チャレンジ。廃用祭はマジで。廃用祭チャレンジ。用ないです、用ないです、用ないです、廃用祭。いや、全然いいっすよ。廃用祭あるから、これ、溶岩も入れる。ガストなんか怖くねえんだよ、もう。うわぁ。ボンさんが力を手に入れて、闇に落ちてしまった。いや、意外と要塞ないな。要塞ねえぞ。要塞がねえぞ。いや、でもこれ、飛べるのなかったらしんどかったな。あ、発見！ナイス！マイナス線のプラス線ですね。やりますか。線線？マイナス線のプラス線。これは近くに絶対任せた方が早そうだ。2本でしょ。2本だね。ゲット取る。ああ、2本ゲットしました。早い。はい、2本ゲットしました。あ、てか、なんか確実にドロップするんだけど、すごい。あ、もう4本ゲットした。帰ります。これでも、エンドラ余裕じゃない？正直負けるしかない。この吸血鬼に勝て、絶対勝てるな。あ、来た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 、いて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 。あー、しっかりしっかり。危ない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 。よし、行くか。はい。よし。おお、すげえ、いっぱい出てきた。やばいやばい、喧嘩してる喧嘩してる。後ろ軍だ。これ便利に行くんじゃない？よしよし、いけ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 、あれ始まったよ仲間、あれが危ない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 、強いんよな、結局ヴァンパイアが一番、ヴァンパイア装備って変族に頼るまでもなし、ベッドいらんか、いやいらんよ、死ぬ、寝ない、寝ないから吸血鬼は眠らない、あ、まあ確かに吸血鬼眠らんもんね、じゃあ埋めます、おーい、おーおー、あー、行きましょうか、はーい、あれ吸血鬼なんか当店持ってる、当店持ってるのなんだそれいや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 、何保険の当店持ってんのよ、
行きますか。なんじゃ、え、金銀まで持ってんじゃん、ちょっと。はい、行きますか、行きますか。行く行く行くよ。せーの、はい。はい。飛べるからな。落ちねえんだよな。確かに。あれ、え、鶴橋、え、何よ。鶴橋なんか持ってなかったよ。これ、ボスは斧で叩いたら大変なことになるかもしれないです。ほい。はい、やべえぞ、これやべえぞ。終わっちゃう。やばい。終わっちゃうよ、ほんと。せめて俺はボンさんの命を借り取るんだ。来た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 、みんなで行こう、もう行こう。終わっちまう、終わっちまう、終わっちまうよ。終わっちまうよ、これ。終わっちまう、これ。ほら。おりゃ、やばい、もう強すぎて。いやもうもうもう空中で戦おう、空中で。宇宙で戦おう。おりゃ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 、待って待って待って、あ、降りてきた、降りてきた降りてきた、やばい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 、終わっちゃう終わっちゃう、おらぁ、うぇー、おい一撃、おりゃ強え、マジで強すぎる、あれ仕留められる、あれちょっと難しい、降りてくる早いな、早っ、いけ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 ほらいけしもべよ、あっしゃーいけいけいけしもべ、しもべ俺に来てる、しもべ俺に来てる、しもべ俺に来てる、全部ボンさんいた、ちょっと守れ守れ守れ、しもべしもべ守れ、しもべしもべ守ってくる、しもべちょっとちょっとちょっとコウモリ、コウモリがコウモリが俺と来てる、お前お前コウモリ、ちょっと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 コウモリ、痛い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 、これダメージ食らってます、食らってない、強すぎて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 、やっぱそうなるか、しもべたりしもべになってる、ちょっと剣族が邪魔で入れないんだ、ちょっと剣族が邪魔で入れない、なんだこいつら、コウモリ、え、遊んでんすか、コウモリが邪魔、はい、ということで無事エンドラ討伐クリアでーす、ありがとうございます、いや、こんな感じのね、特殊なエンドラ討伐もどんどんやってるんで、ぜひ皆さん、今日の動画面白かったという方は、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや嬉しいんだけどな。いや本当に嬉しいんだよな。